プロ野球カードゲームドリームオーダー OB 最強決定戦はプロ野球各球団の OB 代表12名がトーナメント形式でプロ野球のトレーディングカードゲームであるドリームオーダーで対戦し最強を決める戦いを YouTube チャンネルにて配信している企画となります。本大会の準決勝にサプライズシード枠として中日ドラゴンズの公式マスコットであるドアラが参戦します。本会見はドアラ監督に参戦の意気込みや戦略などをお聞きできればと思います。それではドアラ監督をお呼びいたします。どうぞ。いや、そこいらないでしょあそこじゃないですよ。おかみみたいなお辞儀してるけど、あ、ここ、ここ大丈夫です。ここですよ。あんまり見えてないんかな目大きいのにな。はい、ポーズが炸裂しております、それでは、はい、ただいまよりプロ野球カードゲームドリームオーダー OB 最強決定戦ドアラ監督就任会見を始めさせていただきます。まずはじめにドアラ監督よりご挨拶お願いいたします。この寒い中わざわざ会見に来ていただきありがとうございます。そんなに寒くもないですけどいやいや、ユニフォームだからでしょ。以上ですか。意外と真面目な感じ意外と結構丁寧めな挨拶なんです。つば九郎みたいな感じじゃないんですね意外とね、ありがとうございます、今回スペシャルシード枠でドリームオーダー OB 決定戦にて中日ドラゴンズの監督になるという話を伺った時どう思いましたでしょうか。お願いします。びっくりしました。自分でいいのかと。めっちゃ謙虚ですね。謙虚ですね。その感じで意外とそのままストレートに答えてくれるんですねありがとうございます、まあ、びっくりしたと、はい、まあね、ドアラがね、自分でいいのかというところでございますけれども、ドアラ監督、今回ドリームオーダーでね対戦いただくと思いますが、どの選手に注目期待していますでしょうか。はい、教えてください。全員です。力を持ってますいい監督。シンプルな答えが、うん、素晴らしいですね。いい監督ですね。ちょっとあの勝った時喜びすぎて肩とか外れるのやめてください、ね、よっしゃよっしゃでね、やめてください、ね、痛いさあありがとうございます、お相手は前回山本昌さんに勝利した岡島秀樹さん率いる、読売ジャイアンツですか、はい、いかがでしょうか。ジャイアンツ、はい、昌さんのためのイメージさ意外とまっすぐな回答がね、プロ野球選手みたいな、本当まっすぐに取り組んでいただいているということですねこれね、はい。そしてですね、はい、ドアラ監督の目指すチーム、目指す野球というのがどのようなものと考えていらっしゃいますでしょうか。教えてください。これね、ここだ、ここ何を考えているのかわからない大丈夫ですかそれで。まあドリームオーダーとしてはいいのかもしれないですね。相手に読まれないプレイングを、ね、していくっていうところですからね、はい。どこ見てるの。ちょっとだいぶ天井見つめてますね。そんな見えてないですよ、ね、何か出てるんですかね、はい、あ、何を考えてもわからないよ表現してくれてたんだ。なるほど、むずい。さあありがとうございます、ドアラ監督、今年はアンアンの表紙を飾るなどさらに多くの方に注目される1年でした、2025年に向けてどのような目標をお持ちでしょうか。みんなに忘れられないよう無理せずやっていくでございます、はい、ね、本当に中は真摯な方なんでございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではフォトセッションに移ります。ステージ上の準備がございますので今しばらくお待ちください。OB の略がお尻にボールこれなんだ OB 違いしちゃったと